まだ綺麗な水見てなかったね。綺麗な水見よう。うん、汚染された水を、あ、そうか、汚染された水を綺麗にできるのか、この水。ってことは、あれだ、モアイ花子のところに持ってくんだ、これ。そういうことか。モアイ花子のところ、今から行ってもいいんだけど、まあ、まずバニラビーンさんに会いに行こう。お、いるね。今はこの塔には誰もいない？え？そうなの？バニラビーンさんは？あ、でも入れた。でも、とりあえず探索しましょうか。あ、テリテリー坊主、懐かしい。敵オラーズ使おう。2個しか持ってない敵オラーズ。まあ、1個使おう。あれ、こんな作りだったっけ？もう全然覚えてないや。あ、効き目切れちゃった。あ、もう使おう。相手レベルいくつぐらい？ 35 だもんね。もう野生モンスターとのレベル差がない。よし、上行こう。あ、着いたんじゃない？一番上。あ、ほんとだ、誰もいないんだ。なんか、あ、でもアイテムあるじゃん。いいね、今来るとこじゃなかったかもしれないけど、アイテム。タイムパス！いいのこれ、今手に入れて。タイムパス。タイムホールを行き来できる不思議なパスポート。これだ！きっとこれを持ってると、噂の洞窟の中にある、なんか、穴から、過去世界と未来世界行き来できるようになるんだね。うわぁ、でもまだだから見つかってないわけですよ、その穴が。まだ後で来る場所だったんじゃない？本当はこの辺にバニラビーンさんがいて、そこに置いてあるタイムパス渡すよみたいなさ、そういうイベントが本当はあったんじゃないだろうか。ここから降りられる。お、新しい、あ、ノリノリダーゼだって。まだ進化するの？バリバリダーゼ、ビンビンダーゼのさらにまた進化系ってことでしょ？え、いいじゃん。バリバリダーゼにちょっと似てる気がするよね。なんかビンビンダーゼでだいぶイメチェンしたなとか思ったけど、稲妻キックだし。待って。今までで一番捕まえにくいモンスターかも、この子。あ、よし、いけましたね。やったー、ノリノリだーぜ。これは漫画のヒロアカの、あの耳からイヤホンのコードを伸ばせる子。アイテムないんか。釣り合わないな。何もない空間じゃん、じゃあここ。いや、でも多分ダウジングマシンがあれば何か見つかるのかもね。そっか、なんかもしかしたらデジカメもパワーアップしてもらえるかなとかちょっと思ってたんだけどな。ん？君の持っているのは綺麗な水じゃないのか。そいつを俺に譲ってくれないか。どうしよう。でもいっか。ちょっとね、全部はあげないよ。嘘だよ。君が買ったんだから大切に使いなさい。ちょっと躊躇してごめん。ノリノリダーゼのジロー。乗ってくるとふわふわ足が地面を離れ飛んでいってしまう。あれかな、客席にダイブするみたいな、そういうことですか。スポットマンが進化して〇〇マンじゃなくなってしまったので、ちょっとツイストマンをメンバーに入れてみました。アンパンダを一旦外しました。そしてこれコメントでいただいたのですが、このビュービューンみたいな進化アイテムって、進化アイテムでしか進化しないモンスターを進化させるだけじゃなくて、レベルアップで進化するモンスターを繰り上げて進化させることができるアイテムみたいです。なのでちょっとこのビュービューンをもしかしてツイストマンに使えるんじゃないかと思って。あ、ほら使えるじゃん。さあ、どうなる？でも、またこれ、マンじゃなくなっちゃうかな。ツイストマン、どうよ。あ！いいじゃん、竜巻みたいな。ああ、トルネドン！いいんじゃない？ちょっとメンバー入れようかな、この子。トルネドンで進化したフィットレ。体の中に風を持っていて、敵にぶつけダメージを与える。もう、見た目自体が風っぽいですけどね。綺麗な水もタイムパスもキーアイテムっぽいアイテムなので、多分これによってイベントが進むんじゃないかなと思います。弱っ弱すぎる。フィットレ大丈夫この先。まあ、レベル低い。あ、でもベアハグ当たれば強いね。やっぱりアンパンだからもらいました。やっぱベアハグ当たれば強いわ。よし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 、これメインで戦ってこう。敵オラーズを10個ぐらい買っとこうかな。4000ビットで。ちょっと10個ぐらい買っときますわ。よーし、行こう。敵オラーズも買ったので。あ、また新しい。B ラッパー。誰かの進化系かな。
なんかこういう人間っぽい見た目のモンスターが出てきてもあんまり驚かなくなってきました。よし、いいよ。 B ラッパーチェケラーにしました。よし、じゃあ行こう。さあ、どこかにあるのか、そのワープホールみたいなやつが。うん、何もない。さて、ターボ。あ、左の道も通れるようになった。ありがとう。え、通れるようになってないよ。なってないよ。いいもの出なかったけど、なんだかいいことした気分。ありがとう、ありがとう。埋蔵金出なかったのか。ここ通れるように？あ、なってる。わあ、あの一瞬で今見たとき通れなかったのに。この先にあるのかな、そのワープホール。あ、アイテム。あ、穴あった。スキルポンプ38。特技、神風バリアーが使える。名前かっこいいね。しかも僕今アイテム持ってるんできっとこれ動きますよね。一応セーブもしましたので、行きましょう。これできっと過去世界に戻れる。うわ、なんだ？え？あ、ゆっくり行くんだね。大丈夫？わあ、やっぱり。わあ、ちょっと、久しぶりだね、この演出。これで過去世界に。うわあ、来たねー。でも、どこに出るんだろう。あ、ここに出るんだ。同じ場所に出るんだ。アイテム。あ、スキルパック45。変な動きが使える。来ちゃったんですけど、綺麗な水をモアイ花子に渡しに行こうと思うんで、てか懐かしいアリ太郎。レベル11! うわぁ、懐かしい。帰ってきたねー。ちょっと、ごめん、もう一度行こう。これでわざわざ快速船に乗らなくても、過去と未来行き来できるようになるんだね。うん。まあ、ちょっとキキララに会えないのはちょっと寂しいけども。未来世界。ちょっと、うん、モアイ花子に会いに行こう、先に。そっか、埋蔵金出なかったか。お宝探してたんだっけ。こっちのボンスケはレベル29。待って、HP 36しかないんだけど。え、なんで？え、待って、みんな HP がめっちゃ下がってる。ほら、みんな HP が36、30、36、33、23、31。まあ、フィットレは戦ってたから減っててもおかしくないけど、もしかして、あの穴で行き来すると HP 消耗するとかある？きつきつそれ。危ない。よかった、気づいて。ちょうどこの敵用ラーズ。いや、もっとなんか、ダンジョンとかで使う予定だったけど、ちょっと使いましょうか、敵用ラーズ。怖いんで。どっち行けばいいだろう、先に。キャンプ場行ってみようか。うん、綺麗な水いるかな、みんな。水がまずい。飲めない。あー、水欲しいっていう話にはならないんだ。じゃ、これ回復させてもらおう。あー、よかったよかったよかった。うわ、びっくりした。そんなことしなくていいのにね。なんで、HP 減らされちゃうの？モアイ花子に会いに行こう、改めて。森を抜けた先の洞窟っていうのは、ターボーが掘ってたトンネルのことだったっていうことですね。よかった。よし、これでイベント進むでしょうか、モアイ花子。あ、コボブルは綺麗な水を使った。ちょっとあんた何すんのよ。あ、戦いになるんだ。あ、カビゴンにポケモンの笛使ったみたいな、そんな感じだ。モアイ花子ね、捕まえたいね。レベル 50! よかった、セーブしといて。確かボムタイプなんですよ。ボムタイプは、炎、水、レーザーが一番効くんだよな。新スポットライガーに行ってもらいましょう。レーザーが一番効くはず。行くか。不気味な笑いで力が下がるのは良くない。弱、うわぁそうだ。あ、でも大丈夫。だから、相手の PP 切らせばいいんだよ。エネルギー切れを狙えばいいから、いいんですよ。うん。よし、睡魔に襲われたらいいよ。これさ、ライトビームでも使っちゃうと倒しちゃうかもしれないから、捕まえたいから、できれば。よし、眠ってる、いいよ。もうちょっと減らそう。いいね、いいね、いいね。よし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 。今のうちに捕まえよう。あ、眠り覚めちゃった。まあ、一応持ってるけどね、もう、モアイ花子。でも野生の子は捕まえてないから。ああ、一発じゃん。
あ、やった。レベル50いきなり？花子といえば山田かなってことで山田にしました。覚えてなさいよ。いや、今捕まえたんだけど、君のこと。あ、二人ともと戦えるんだ。ちょっと待って、一旦セーブしよっか。もう一人も捕まえよっか。よし。ちょっと本気で怒るわよ。セリフがちゃんと違う。だって、カビゴンもさ、僕2匹とも捕まえたもん。初代ポケモンの頃。よし、一発。意外と捕まえやすいのかな。もしかしたらコンビ芸人かもしれないんで、阿佐ヶ谷にしときます。覚えてなさいよと。あ、川を塞いでいたモアイ花子がいなくなった。顔が綺麗になった。よかったね。これで、ただ、どこへ行けばいいんだ。水は綺麗になりました。どうしようかな。ケロッピに会いに行こうか、先に。水の汚さに、ね、憂いていた人って多分たくさんいたと思うんですけど、全員にもう一度話聞いた方がいいのかもしれない。一応綺麗にしたけど、あ、助かったよ。そうだ。こないだ、キラキラ光るクリスタルが池の方に流れていったのを見たけど、気になるなら行ってみたら。やっぱ話しかけてよかったね。池の方に？ああ、今の一瞬だけ？池の方にキラキラ光るものがある。うん、嬉しい。あなたのおかげだけど。ああ、どういたしまして。池ってどっちだっけ？あの、水流がやばいとこだっけ？それがあれかな？フライトクリスタかな？それかあれかな？行けなかったところ行けるようになってんのかな？なんか僕がさ、ここから先進めないの悔しいとか言ってた場所あったじゃないですか。あそこ入れるようになったのかも。ここに入れるようになったわけじゃないのかな？ここね、どうやったら入れるんだろう、あそこ。これもしかしたらさ、水流の流れが変わってて、入れるようになってるとかあるかもしれない。あ、ないね、ここには。いや、池ってここのことだよね。うん、貯水池。うん。まあ、貯水池って池みたいなもんだろう。乗ってみようか、ここの水流。で、ここでしょ？これ、え？まだ取れないの？え、ダメじゃん。まさか隠しアイテムじゃないよね。データ見よ、データ。うん、キラキラ光るクリスタルが池の奥の方に流れていったよ。どこよ、それ。池の奥ってどこ？隠しアイテム？さすがにさ、ストーリー進行に必要なアイテムを隠しアイテムにはしないと思うんだよね。だって会員証も結局さ、普通にもらえたもんね。キャラクターから、サンリオの子から。いや、ないよ、やっぱり。どうすればいいんだろう。全くわからん。いや、アイテムあるのわかるんだよ。わかるけどさ、行けないのよ、あそこに。あれ、フライトクリスタじゃない？ちょっと話聞いてこう、いろんな人に。改めてね、水きれいになったよって。あ、だんだん水がきれいになってきたよ。よかった、そんな結果でも。あ、モアイ花子たちがいなくなっても昔のような綺麗な水には戻っていない。本当の原因は僕たちか。あー、なるほど。環境問題の話になってる。でもなんかもっとストーリー進行進むような話聞きたいんですけど。僕、水筒があるとライフが回復できるんだって。欲しいよな。へー、何、無限に HP 回復できるアイテムとかそういうこと？水がきれいになったのよ。もう最高。よかったよかった。デートに最適な場所になったぜ。よかったよかった。やっぱ話聞いてみるもんだね。あ、時の柱の設計図。うん、聞いたことないな。ピックルにでも聞いてみれば。マジさ、もうさ、どこに何のフラグがあるかわからんね。ピックルにまた会わなくちゃいけないの？海賊船に戻らなくちゃいけないじゃん。この人の話聞かないとわからないよ、そんなこと。やっぱパソコンいるんじゃない？時の柱の設計に。ピックルに会いに行くか。ちょっともうさ、何すればいいかわかんないからさ。よかった、ちょっとでもヒントもらえて。ピックルさん、話聞かせてください。あ、時の柱の設計図は特別な機械がいるんだ。その機械というのはモバイル PC なんだが、とにかく特別なシステムみたいだから俺にはさっぱりだが。こういうことは来たー、バニラビーンに聞いた方がいいんじゃないのか。たらい回し。これでいいのかな。バニラビーンさん戻ってきてるかな。ダンジョンスルー使える？ここでダンジョンスルー使おう。役に立たない。歩いて戻れと。
よし、じゃあバニラビーンさんに会いに行こう。空を飛ぶ欲しいね。フライトマシンって空を飛ぶかな、それとも障害物を飛び越えたりする方の空を飛ぶかな、どっちなんだろうね。街が汚れるということがどんなに大変なことかみんな少しは分かったようじゃ、これをきっかけに変わってくれればいいんじゃが、と。水がきれいになってから魚や動物が戻ってきた。よかったなそれは。しかしちょっと待った、ペックルに会いに行こうと思ったけど、キャンプ場の人の話ちゃんと聞いてないから、ちょっと全員にもう一回話しかけてみましょうか。まあ、この辺の人は話聞いたよね。あ、キャンプ楽しいな。やっぱりうちの神さんの飯はうまいな。ご飯を炊くのは水が命ね。よしよし、セリフ変わってるねみんな。あれ、急に綺麗な水になったみたい。ああ、よかったよかった。一応セリフ変わるってのが確認できただけでも。ご飯のおこげって美味しいと思わない。思う。ゴミは持って帰るのが基本。そうだね。うん、やっぱりいいね。綺麗な水は。キャンプはやっぱりカレーだよね。うん、それにも同意する。リンゴ熟したんじゃない？そろそろ。ついでだから聞いていこっか。リンゴどうすか？あ、リンゴがだいぶ熟してきた、ボコ。あー、でもまだなんだ。ついでだからパピーに前に行きましょう。あ、来た来た来た。なんかセリフ変わってないかな。あー、変わってないや。この先の洞窟でも時空を移動できる穴があるのよ。あー、同じだったね。来たかな？あー、さっき誰か帰ってきた。フラグが立ったんだ、ペックルに話聞いたことによって。よーし、やっとたどり着きました。バニラビーンさん、久しぶりです。お、久しぶり、めちゃくちゃ。100万年ぶりに来ました。時のはしごを超えることができましたか？できました。なかなかやりますね。あなたに協力するのも面白いかもしれませんね。パソコン部品は持ってる。二つね。パソコン部品を集めてここに持ってきてください。え？あれ？ベイシティの人に渡すんじゃないの？そうすればモバイル PC 作ることができる。モバイル PC はきっと役立つはずです。パソコン部品は全部で3つあるはずです。頑張って集めてきてください。マジ？ここでもらえるんじゃないんだ。すべてのパソコン部品を集めましたか？ここじゃないの？どこ最後の1個？あの、池に落ちてんのかな、もしかして。あの、入れないところ。でもちょっと考えてみよう。バニラビーンさんのいる場所に時空を超える穴を使うためのアイテムが落ちてましたよね。ということはきっと、過去へ一旦戻りなさいって意味だと思うんだよな。もしかすると。だからパソコン部品もしかしたら過去にあるのかも。いや、おかしいかな。パソコンって未来のものっぽい気がするもんね。いや、でも一旦過去戻るのかもしれない。うわー、進むようで進んでないようで。どうすりゃいいんだ。あ、それか、あれかな。気配がするってところに行くのかな。